motorcycles, cars, and road trips. Don't forget to subscribe my channel. Here we go.やばいやばい。右側に座るっていうの久々だね。それも安倍さんの駐車券久々に取る。駐車券をお取りください。俺も気持ちがいい。楽で。今日じゃあ藤君の新しい車がついにねこれだったんだね。これですね。車種をねあんまこう公開してなかったからね YouTube だと。もうあんまり人にも言わず貯めましたね。貯めたね。まあインスタにはねもう藤君もね上げてるけど、バンバン TGM チャンネルでは初登場ってことで。初登場ね。すごい。アメ車庫来てる人とかにも何回か出てますよねって言われて、うん、あ出てますみたいな話して TGM 様様ちょっと前にねまさにあの通りかかったジョギング中の人も話しかけてくれて藤君のこともねやっぱ知ってたもんね。知ってくれてました ね, ね。ありがたいですね。フロントに回って、はい、ちょっとざっくり触れましょうか、まあ、GMC のトラック。そうですよね、まあ、車種は、うん、細かく言うと GMC の、うん、なんか101って呼ばれてるやつらしいんですけど、まあ、ほとんど出ないですね、検索しても。3100と同じ。シェビー、これがシェビーになったら、完全に3100と同じです。で、あとは、カスタムしてあるんですけど、うん、顔 GMC だと、もっとごつく、なんだろうな、ヒゲみたいな、ドカーンっていう、ちょっと違うんだ。顔なんですけど、これはもう、カリフォルニアからこいつも来たんですけど、うん、最初から3100風に、カスタムされてる感じ。まあ、でもこの GMC が残ってるし内装も GMC 仕様っていう。これは一応塗ってる塗装になるのかな。これ塗ってますね。そうベース多分水色ですね。このあこのエメラルドグリーンみたいな、はい、私この色見るね。ありますよね、うん、シーボーイとかのねトラックでベースこのカラーで、うん、後からこう茶メタにしたのかな。うんでそれが多分もういい感じにカサカサしてきて、うんうん、日焼けしてきたんだろうなみたいなね、はい、すごいよね。ちょっとそのままサイドになって、はい、でこの今あれ着てる T シャツが藤君買った車の神風ヒル、はい、広北のショップです。ショップもう最強の頼もしい大先輩たちがサポートしてくれて、まあありがたくこう乗れてるっていう旧車専門店みたいな感じ。そうですね。結構こういうカスタムベースの車両とか、うんまあ、カスタム系のこういう車がメインですね。あまマッスルっていうかやっぱ50年代とかそれより古いのもあるし、うん、古いのメインでやってるショップですね。あとあれかケツも GMC になってる。あそうだねそこがね、はい、僕がすごいねもうフロアが朽ちちゃってるけど、うん、これはもうかっこよさですよね完全に、ね味だね。味出てますね。最初これ綺麗に全部貼り直そうかなと思ったんですけど、うん、これもこれかっこいいから、うん、使えるからいいかみたいな。とりあえずはね、まあ、今積みたかったらここだけ板置いて、うん、でやっちゃえばまあ物落ちないし確かに大丈夫かな、うん、
藤君キャンプも行くし、キャンプ行きますね。使い勝手いいよね、トラック乗ったら一気に無敵ね、何でも詰めますね。何でも詰めるよね。ここも詰まれますから、ね、そっか、そうだよね、はい、コーヒー置いてね、まあちょっとまさにもうさっき座ってちょっと写真撮ったりしてたけど、内装も内装、はい、行こっか。うん、藤君座っちゃってもいいよ、うん、あ、じゃあ、お、フロアも元のボディカラーが、そうですね、見えてる、内側はもう塗装されてない、うんうん、これが GMC のその、うん、コックピットっていうか、なんていうんですか、うん、メーター周りの元の形で、シェビーだと三角形になってるんですよね、ここが。ちなみにステアリングもホーンキャップも全部オリジナル、あ、そうなんだ、純正の。このやっぱりトラックとか昔のアメ車から見えるこの景色みたいのがやっぱ違うよ ね、このガラス越し、これは注目されるよね。困りましたけど、まあ最初はね、はい、これとかか、これ多分純正だと、うん、フロントみたいな、ただの板みたいな、あ、その鉄のバーみたいな、はい、これはちょっと働いてきたっぽくていい雰囲気です。確かにこれごつくて好きですね、うん、働く車感が、はい、このマフラーの日本出しもクールなんですよね。これもカスタムだもんね。これもカスタムですね。あ、そうだ、あと57年の車なんですけど、うん、57年だけがこう55、56、57が多分同じような形で出てるんですけど、57だけがボンネットに槍が2本ついてるっていう、これ、はい、このラインだ、これがないんだ、57だけ1年間だけしかないんで、結構特徴的だよね、はい、これがあるとないで、もうビビッときちゃいますよね、そういうポイントとかもあると。そうだね、せっかくだからちょっとエンジンかけてもらって、はい、あ、かけましょうか。 V8 サウンド、 V8 ぶっかまし、ぶっかましでちょっと後ろで待機してるから、はい、OKカマロはもっとレーシーな感じだと、ね、レーシーです ね、 ね、カラッとしてますよね、うん、ここからもう直で行っちゃう、350です。350エンジンはの世界だって、はい、であとシェビーにはなくて GMC だけにあるこのなんかパワーバーみたいなやつで、あ、そうなんだ、やっぱトラックで荷物積むに特化してるんですかね。おお、なるほどね、はい、補強みたいな感じなのかな、ですね、作業するとき4日かれるっていうのもいいですよ。あ、それはいいですね。で、そこからこう手を伸ばして、そうですね、作業してると、普段止まったときとか、あれ燃料来てるみたいな、開けこことか超暑いから、あ、そうだよね、こうやって、うん、足回りも変えてますね。そっかそっか、足回りも違う、車高もこれ落ちてるよね。落ちてますね、いい落ち具合だ。これでじゃあ毎週末に今ドライブしてしてますね。あと金髪以上ですよ、マジで。残りは残りなかなかいないでしょ。じゃあもう当分はこれで、これですかね。車もう乗り換えしたくないなって思ってるんですよね、うんうんうん、今はカマロもずっと乗るかなってその気で最初言ってたんですけど、結局変えちゃいましたから。早かった、ちょっと早かったですね、早かった、3、4年ぐらい。だいぶ早い。最高っす、アメシャップ。アメ車庫出勤の時もこれで行ってるんだもん。これで行ってますね。実物見たい方はアメ車庫で土日行ってもらえる。まあ大体土曜率高いですね。土曜率、あ、そうだ、言ってたね、はい、でこのトラック生で見たい方は土曜日アメ車庫にぜひぜひぜひ待ってます。そんな感じで、たまに泊まって台車だけど。ちょっとこれ撮る前に一緒にね海沿い走ったりもしてたんで、そうです、その辺のビデオもね
またちょっと一緒か別か分かんないですけど載せるんで、じゃあ またちょくちょく一緒に走り行ったりとかね、はい、してしたいね、しよう、よろしくお願いします。はい、はい、OK お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。